さあスペインバレンシアのホテルにですね今やっと着きました。ここでですね迎え入れたのは相変わらずこの赤いやつはなんだ。さあ来たハニガレ V4 インターナショナルプレステストということで、ついにですね、今回のマシンがですね、ここで明らかになりました。おお。ドゥカーティで入ります。さあおお。なるほどこう来ましたか。いやとりあえず各国からですねみんな集まって、今ワールドプレステストの受付をするところですね。私も行きたいと思います。受付こちらどこにある。さあ技術説明会の場所にですね、連れてこられました。毎度ドカーティさんはですねいろいろと思考を凝らした内容で来ますので、今日はどんなところかどんなところでやるのか、なかなかこれはまた綺麗なところじゃないですか。 OK, please follow me. ほう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 。こんな綺麗なところでやるんですね。これは綺麗でしょう。素晴らしい風景ですね。おっとここに来ていきなり赤い光があると思ったらドカーティの演出じゃないですか。そしてあそこ光ってて見えないんだけどよく。あれちょっとあるでしょ。ありますありますあ、なんか消えた。あ、パニガーレ V4 と来た。これがもしかしたらクイズの答えか。これがクイズの答えか。そしておっとあそこにパニガーレが浮いている。水の上に浮かぶパニガーレ、あれどう表現したらいいんだ。どう浮いてるんだあれは。ピュッ。さあやってきました。この会場のこの雰囲気、そしてこのシチュエーション、完璧なドカッティの演出がここにありました。さあ何かが始まった模様。なんだなんだなんだ。あ、なんか開いてきたぞ入り口から。来たよ来た来た。奥に見えるのはパニガーレ V4、 ついにですねついに今回の姿を現しました。こんな演出を含めてドカーティさんがですね一生懸命ですねマシンのプレゼンを行っております。さあやっとベールを脱ぎましたパニガーレの V4。 このデザインが特徴的ではないですか。
そのまま中に入ってみましょうかね。プレゼン会場の中はどんな感じだ。おほう、カクテルパーティー、そしてプレゼンはこちら。さあどんな感じで行われるんでしょうか。プレゼンが終わりました。一通りのですね、英語での、プレゼンテーションが終わったので、これからですね、食事になると思います。やっとドガディコルセドローン、こんなものが、こんなものがお土産になっております。さあこれを視聴者プレゼントにするのか。ドカティクルセドローン。さあということで、いい加減に正解を言っておきましょう。正解はドカティのパニガーレ V4、 こちらやってきましたね。ということでですね、正解者、本当はですね、回答者の皆さんの中から、まあ、抽選で、回答していただいた方には誰にでも、プレゼントを渡そうと思っていたんですが、一応最初に言った正解者の中からですね、プレゼントを渡したいと思います。そしてこのパニガーレ V4 の市場はですね、今はですね、こちら、スペインのバレンシアサーキットの手前ではですね、今夜の10時頃、24日の夜10時頃なんですが、日本時間の今25日の朝6時なんですよね。この後ですね、ホテルで寝て、翌朝の試乗をですね、してきますが、翌朝のお昼ごろ、午前中の試乗が終わった後は、日本時間の夜25日の8時ごろなんですね。ちょうど8時間のズレがありますから、その頃にはですね、もしかしたらこの V4 パニガーレのライブ配信がもしかしたらできるかなと。日本時間の25日夜8時頃、木曜日ですよね、にはですね、もしかしたら V4 パニガーレのライブ配信で、皆さんに速攻インプレッションをお伝えできるかなと思っております。もちろん詳しい内容はですね、ヤングマシンの方で行っていきますので、ヤングマシンもですね、ぜひ期待していただければと思うんですが、V4 パニガーレのですね、速攻インプレッション、明日の日本時間25日の夜8時にですね、行えるのかなと思っております。デザインはですね、一番はこの中に見えますこの中に見えるヘッドライト、どれ、ここだ、来たか。そしてここの一体型のカールと、さらにリアのテールランプ、特徴的となっております。こんなところも合わせてですね、皆さんに明日の速攻インプレッションで簡単にお伝えしていきたいと思います。それでは皆さん、正解はパニガーレ V4、 明日の速攻インプレッションでお会いいたしましょう。待てよ。